キチャンネル。じゃん。さあ金曜日です。総チェックということでね、から水木行われた試合解説していきましょうということで、オリックス楽天がですね、コロナウイルス、蔓延のために、3連戦中止、なりましたので、今回は、5カードっていうところと、あとはこのカード、沖縄那覇で松山坊ちゃんスタジアム長崎福岡と、結構地方球場がありましたので、2連戦っていうところがね、多くありましたけども、たまにこう少ないとね、佐々木の体力が待つっていうね、今回もね、あ、そうだ、試合なかったもですね、楽天オリックスファンの皆さんしっかり見ていきましょうね。次の当たるカードの情報を知った上で金土日の試合を見るとより楽しくなると思いますので、ぜひ12球団ファンの皆さんね、金曜日も忘れずに、ちょっと月曜日に比べると視聴回数をしてますよ。佐々木のモチベーションのためにもよろしくお願いします。まだ始まったばっかり。ね。さあ行きましょう。まずはパリーグ。西武日本ハム。4月12日0対3で日本ハム。13日4対3で西武。このカードは2連戦ということで、1勝1敗の5分っていうね、形になりました。12日3対0で日本ハム完封。初の2連勝っていうね、今季っていうところになりましたけど、日本ハム加藤、6回3分の2、93球、4安打4三振、無四球無失点と、まあ腕もしっかり振れて、緩急もつけて、コントロールも、グッと。ね。ストライク先行で勝負できたことによって、多彩なね、球種、それを自在に操れる。どのカウントでも、どのバッター、右左関係なく、すべての球種を、使う。で、ストライク先行になる。相手バッターも何が来るか迷うっていうところでね、加藤の持ち味が十分発揮できたんじゃないでしょうか。特にその中でも良かったのが、スローカーブ。スローカーブのカウント取りっていうところが、非常にね、このカウントを整えていく上での有効な球種になったっていうところもありますし、それがですね、対西武打線があんまり振ってこないし、対応全くできなかったんですよね。そういったところで、バッテリーとしては、早いイニングカウントのスローカーブっていうのを選択しやすかったんじゃないのかっていうね。まあ、バッテリーっていうのはやっぱり早い球の方が安心感あるから、カットボールとか、ね、フォークボールとか、ストレートっていうのは安心感あるから、で、ツーシームのね、サイン出しやすいんだけど、やっぱり緩いスローカーブだったりとか、緩い変化球っていうのはやっぱりバッテリーに当てられる怖さがあるっていうところで、なかなか捉え出し、されると選択しにくくなるんですけど、西武打線があんまり対応してこなかったっていうところで、かなり有効的に緩急をつけるボールになったんではないでしょうか。で、西武先発ね、新人佐藤、5回79球、5安打3三振、1失球2失点と、まあ、制球ばらついて、ね、加藤とは逆に全くストライク先行できずにボール先行になって、あまりね、ストライクボールがはっきりして、持ち前のね、制球力っていうところが発揮できなかった。まあ、その中でもね、5回2失点っていうのは、まあ、上等だね。手の取られ方ちょっと良くなかったけども、まあ、最後はね、ストレート頼みっていうところになってね、困ったらまっすぐみたいな感じになったけども、5回2失点はね、上等ではないとかと。まあ、勝てなかったのはね、投手陣ではなく、やっぱ打線の援護がなかったっていうところで、まあ、調子悪い中でもね、ゲーム作ったっていうところでは、非常にいいピッチングだったんじゃないでしょうかね。それで、日本ハムの攻撃。初回ワンアウトから、渡辺レフト前、近藤ライト前。で、ここでですね、ワンアウト、1、2塁で、キャッチャー、牧野。まあ、ちょっと逆球っぽく、チェンジアップが高めに浮くんだけども、パスボール。バーッと。あれぐらい取らなきゃ。ね。で、パスボールで、ワンアウトに三塁になって、今絶好調の松本が、レフトへ、タイムリーヒット。先制ね、タイムリーになるけども、ここで一つ注目。ね。ワンアウト、二三塁、初球。ね。バッター松本、レフト前ヒット。レフト、オグレディが取った時には、セカンドランナー、近藤は、サードベースを踏む愚か、だいぶ前の黒土入ってすぐぐらいの、アンツーカー入ってすぐぐらいのところだったのに、回して、で、オグレディ本塁に、コントロールよく投げて、楽々アウト。バッと。まあ、ツーアウトだったらわかる。ね。ツーアウトだったら、そうやって回って、まあ、オグレディの守備っていうところも考えて、積極的に回していくのはわかるけども、ワンアウト二三塁で、で、しかも、オグレディが取った時に、まだもう三塁ベース上もしくはベースを回ってたならわかるけども、オグレディが取った時に、まだ三塁ベースより2、3メーター前に近藤がいるのにもかかわらず、しかもそこがね、じゃあ磯畑とか、ね、松本とかだったらわかるけども、近藤も足遅くないよ。遅くないけども、ワンアウトであれば、コーチャー、バッと。
で、やからかうと。まあ、これね、結果的に3対0で勝ったからいいものの、あそこ、確実に、あのバタバタした立ち上がりの佐藤を見てると、もう一点いける可能性は十分あった中での、あの走塁、ね、コーチャーの判断っていうのは、バッと。ね。で、続いて、4回、松本ライト前。で、ここで盗塁。ね。で、今川、ショートゴロの間に、三塁に松本が行って、で、ヌニエス。ね、ここで、スリーボール、ツーストライクから、レフト前。貴重なね、2点目の得点を取るんだけども、ここで佐藤真希のバッテリーね。まあ、先ほども言ったように、もう変化球の制球がバラバラで、もうストレートに耐えざるを得なかったと。まあ、スライダーも浮いて、チェンジアップも抜けすぎて、ボールになっていくっていうところで、もうまっすぐしか行くことなくて、インコースのストレートまっすぐをスリーツーから選択して、甘めに入って、ライト前。まあ、フォアボールはきついかもわかんないけども、まあ、こういったところが経験していくと、そこで、頭に全くない、やっぱ変化球で勝負して、まあフォアボールでも最悪いっか、みたいなことがね、できるとさらにワンステップいくかなっていうね。選択としては悪くないんですよ。あの状況になったらひょっとしたら俺ももうストレートに頼るしかないからもう神様お願いします、みたいな感じで行くしかないっていう状況あるけども、まあそこがね、ヌニエスがしっかり仕留めたっていうところもあってね、この2点目っていうのは非常に大きかった。そして9回、ワンアウトから、ね、石井が左中間を抜けるスリーベース。ここでレフトオグレディ、ね。この前のソフトバンク戦でもあった、ファーストランナー中村晃で、柳町の三塁線抜けていって、三塁線抜けていって、ポール際なのに、ファーストランナーの中村晃、そんな決してね、足がすごい速いわけでもない、中村晃が本塁まで悠々帰ってくるっていう、あの、打球が抜けてからの追い方が、まあ遅い。ね。まあ昨日の試合でね、オグレディ全ヘッドサイディングって言ってね、ダイビングでまあ取れなかったけど、そういう一生懸命さはわかるけど、抜けてからもうちょっと全力で走ろう。あの、もうゆっくり走りすぎ。ね。で、ここで、石井のスリーベース。あれ、パパーって言ったらスリーベース行かれてないよ。しかも左中間だからね。そういったところの守備、バーッと、もうちょっと、抜けてから、全力で。ね。で、これ三塁打になって、で、宇佐美がね、きっちりレフトフライ、犠牲フライ打って、まあ、ここでね、3点目。まあ、結構、ジエンドかなっていうね。で、しっかり最後はね、北山が3者連続三振。グッド。ナイスピッチ。もう、北山はもう9回で行こう。ね。7回とか、もうお試しいらない。まあ、そこはしっかりもう抑えて、ルーキーだから、ね、調整難しい。それをね、もう9回、守護神、ね、いいピッチング、もうね、守護神で、そしたら新人を言えます。ね。そして、まあ、西武はですね、まあ、ね、1点も取れなかったっていうところはあるけども、まあ、唯一のチャンス、7回ね、ワンアウトから、殿崎が若干ね、右中間寄りのセンター前ヒットを、ナイス走塁で、セカンドまで。この走塁はね、グッ。ね、で、ツーベースにして、で、ウネンティンセンター前で、ワンアウト一三塁になって、山田の、サードゴロ、ね、三塁ランナーの殿崎は、ゴロゴーっていうね、ギャンブルじゃない、ゴロゴースタートで、でも結構いいスタートで、スピード感も乗って、スライディングも速くて、ホームスライディング、で、審判のジャッジはセーフ、ね、で、はい、新庄監督、レイクエスト、で、判定が覆って、アウトになるんだけども、これをね、細かく解説すると、まあ、見たことね、ある人は見てほしいけども、スライディングが、宙に浮いてんだよね。左足が。左、もうタイミング的にはもう明らかにセーフ。でも、左足が、スライディング、足伸ばした方が、宙に浮いてることによって、その浮いてる間にタッチされてアウト。ね。で、これが、ファースト、セカンド、サード、ベースっていうのは浮いてるから、スライディングが浮いてても引っかかるんだよね。で、ホームベースっていうのは地面に埋まってるから、浮いてたら浮いててベースタッチなしってなっちゃって、それでアウト。あれ、ベースについてたら、楽勝でセーフ。っていうことは、いつも里崎チャンネルで里崎が提唱しているように、ホームのクロスプレーは、ランナーはマストで、ヘッドスライディング。ね。これです。今はこれ以上もない、ブロックされることもなければ、ホームベースは地面に埋まってる、ベースが立ってないっていうことは、怪我するリスクも少ない。最近はいろんなものをつけてる。ね。ということで、この走塁を見ても、ホームはヘッドスライディング。あれでセーフだったら、なお残ってワンアウト一塁。ひょっとしたら、で、2対1、1点差。ひょっとしたら同点になって、その後ね、平増田といったね、強力なリリーフ陣がいる中で、ひょっとしたら勝てなくても引き分けとかね、大きく流れを変えることになったんじゃないのかっていうね、ところでは、あの走塁ね、悪くはないけど、そういうのを心がけて、プロ野球選手もね、高校野球のアマチュア選手もやっていく必要があるんじゃないでしょうか。はい。ということでね、この試合3対0で日本ハムの勝ち。
さあ、続いて、4月13日、4対3で西武。ということでね、一勝一敗になりましたけども、西武先発松本、7回93球、5安打4三振、2四球3失点と、まあ、ストライク先行で勝負できたっていうところがね、非常に良かったかなと。で、その中で、まあ、球数も少なく、投げたと。やっぱりこの松本っていうピッチャーにとっては、やっぱフォアボールっていうところが肝になってくる。まあ、今日も2本、2個ね、出しましたけども、まあ、全体的に、まあ、5回表のね、石井のライトへのツーランホームラン。で、7回の石井のセンター前タイムリーっていうところで、まあ、3失点はするけども、本来のピッチングからすれば非常にね、自分のできることをしっかりやりながらストライク先行で勝負できて、しっかり制球も低めにできてた。非常に松本ピッチングっていうのはグッピッチング、ね、非常にいいピッチングだったんじゃないでしょうか、ね、で日本ハムね、その目立ったのはですね、やっぱ吉田輝星のリリーフってね、ストレートもしっかりね、高めに浮くこともあるけども、しっかり低めに投げて高めに浮いたらコース、しかもフォークの落差が素晴らしかった。非常に落差のある低めにね、フォークを投げて非常にいいピッチング。まあ勝てはしなかったけども、その後のね、その追撃っていうところでは非常にスイッチを入れたね、非常にグッドリリーフになったんじゃないでしょうかね。まあこうやって考えるとね、まあ確かに中4日で回すっていうのもいいけども、こういった若手の息のいい選手が出てきた時にお試しっていうところで6番手ぐらいに先発させてどうなるかなっていうところをね、見てみたいっていうのも個人的にはあります。皆さんはどうですかね。で、西武はね、前日完封からね、序盤一気にね、ガーンと攻撃したっていうところで、まあ、打順変更がね、基地になったかなと。ね、初回、ワンアウトから2番基地がね、ライト前。で、3番オグレディ、ライトへのツーベースで先制。で、4番ウネンティン、ライトへヒットということでね、ここでしっかり2点目、ね、先制すると。で、3回、1番鈴木翔平がライトへツーベース。で、2番基地がバント。で、3番オグレディが、ライトへ2点タイムリー、ツーベース。で、ウネンティンがその後セカンドライナーになって、で、トノサキがセンター前タイムリーっていうところでね、しっかり、この2番オグレディっていうところはあったけども、このオグレディを3番にして、岸を2番にするっていう、で、ウネンティ4番っていう、この打順の変更がね、非常にいい流れで序盤に得点できたっていうところでね、まあ松本の好投っていうのもありましたけども、試合をね、自分たちのペースで進めたっていうところでは、この打順変更がぐっと岸になったんじゃ、ないでしょうか。でね、5回の裏ね、すごい面白い場面があったんですけど、まあ岸がね、ファーストゴロを打つんだけども、清宮がね、すごい勢いで弾いて、で、弾いたところにね、吉田輝星のがいて、で、そのグラブで取って、ダイビングっていうのをこけながらね、地面を泳いでファーストにタッチしに行って、まあ、アウトになるんだけども、まあ、辻監督も抗議に出てたんだけど、俺もあれ見てどうなのかなって思ったのが、弾いた後、清宮がファースト線上にいて、バッターの岸と左手が当たってんだよね。清宮の体に左手が当たって、最後ベース手前、よく見てると、岸が、ちょっと転びながら反転して、ベースにタッチしに行くんだけど、あれは走塁妨害じゃないのかなっていうね。リクエスト、わかんない。ルールでリクエストできない。あれはできるのかどうかわかんないけども。あれリクエストしたら、当たってるからね。走者ライン上の、ところで、何も持ってない、守備体系、体制じゃない、とかね。走路上でランナーに当たった場合、野手が、多分、走塁妨害に俺はなると思うんだけど、あれなっても俺はおかしくなかったけど、辻監督も言ってどんな話したのかわかんないけど、まあ何も終わっちゃったんで、あれどうなのかなと思いましたけど、なんか走塁妨害じゃないのかなって個人的には思いましたけどね。でもあの吉田輝星のバックアップ、ミスカバー。ね。で、まあ、西武はね、リリーフ、平、マスダっていうところがね、本当にグッドリリーフ。まだね、防御率 0.00 と。で、マスダに至ってはこの試合でね、初めての被安打を打たれることになりますけど、その被安打がね、9回表、野村がね、ライト前、レフト前。で、アルカンタラがバンとしてね、キャッチャー負けよ。いい出だしだったね。いい出だしで、いいセカンドショーを投げたら、なんと、名手源田がポロンチョと、いうところでね、落球。ここで一気にセーフ。ちょっと前の、ロッテ戦が頭によぎりますね。で、その後ね、石井がバントして、で、ここから、ヌニエスに、アウトコース、スライダー、カットボール、ストライクからボール、いいコース、その前のインコースも投げてね、非常にいいね、ミスコントロールなく。で、その後、万波ね、初球を積極的に振るけど、セカンドフライっていうところで、まあね、チームもね、源田も救った、マスの投球、非常に、グッピッチ。ね。まあ、結果ね、1勝1敗の5分でした。続いて、愛媛坊ちゃんスタジアムの、ヤクルト対広島。4月12日、3対1でヤクルト。13日、5対1で広島。1勝1敗の、5分っていう形になりましたね。12日、3対1でヤクルト。広島先発クリ。7回102球、2安打6三振、3四球1失点と。まあ、ピンチにもね、動じず、コントロールも良く、工程もしっかり使って、ピッチングできたっていうのは、まあ、チームはね、勝てませんでしたけども、非常に素晴らしいピッチングだったかなと。ただ考えないといけないのが、ピンチは全て村上へのフォアボールから始まってるんで、まあ、ここがね、ちょっとまあ、
恐怖心っていうのはあるけども、ここをちょっとね、考えなきゃいけなかったかなっていうところでね。まあでもこれも逆に言うとね、そのヤクルトの村上ね、この2回、4回も、2ストライクに追い込まれながらも、低めの変化球とかをしっかり見極めて、フォアボールを選んでるっていうところでは非常にグッと。まあ、粘り強くね、村上の選球眼っていうところが、まあ混ざった、その、勝ち取った。フォアボールでもある。簡単なフォアボールじゃなかったんでね。勝ち取ったフォアボールでもあるけども、まあ、2回はね、まあ、四球、まあ、先頭ね、村上が、フォアボール選んで、太田がね、センター前ヒット、ノーアウト2、3塁から、長岡ピッチャーゴロ、オズナね、ファーストファールフライ、で、ここがショートフライとね、まあ、1点も入らなかったですけども、まあ、4回もね、先頭村上がフォアボール。で、5番、太田がセンター前ヒット。で、ノーアウト1、3塁になって、長岡三振に倒れるも、オズナがね、今回はきっちり犠牲フライを打って、1点取るっていうところで、まあ最少失点ではね、クリボ抑えてるんだけども、このフォアボールっていうところが、まあもったいなかったなと。で、逆にね、この村上フォアボールの後、5番のこの太田がね、この4回、まあ2回点入らなかったですけど、4回も含めて、ね、さらにチャンスをね、拡大するチャンスメイクでヒットをつなげるっていうところで、この5番の太田がね、非常に、効いたかなっていうところはあります。で、ヤクルト先発サイスニードね、6回91球、4安打6三振、無四球1失点と、まあ、前回同様ね、球は高かったんだけども、まあ、ただ力はあったのかなと。で、その中で広島打線がその高めを仕留めきれずっていうところもあるし、まあ、なんか、投球自体全部一緒だから、なんか、好不調の加減の見極めが難しいね。高いからってサイスニードの場合は悪いわけじゃないし、でも前回は高くてそれを打たれた。今回は高めでも打たれなかった。だから球の勢いが非常にこのサイスリードを見てた時に重要かなと。で、相手打線のタイミングとかを見ながら調子いいのか悪いのかっていう見極めをしなきゃいけないんで、非常にテレビとかではね、難しい解説になります。で、広島はね、1対0の負けてる中で6回表ね、上本が、ショートゴロ、内野安打ね、ヘッドスライディング。栗が見事に送りバント。で、西川アウトになるけども、菊池がね、同点タイムリーっていうところで、この上本から上位のね、ホットライン。ね。これはもうね、カープファンの皆さんに、流行語にしてほしい。上本から上位のホットライン。ね。非常に今年は、いい形でできてるんじゃないですかね。まあ、次のね、13日の試合でも話しますけども、やっぱりこのね、上本が出ることによって、9番ね、ピッチャーがしっかりバントしやすい。そういったね、まあもちろん失敗しないっていう素晴らしさはあるけども、まあそういったところもね、犠打数がね、ダントツ1位っていうところもあると思いますよね。で、ヤクルト、ね、最後まあ8回にね、逆転するんだけども、ピッチャー中崎ね、宮本がレフト前ヒット打って、塩見もレフト前。で、ワンアウト、ノーアウト1、3塁になって、で、青木がね、三振、その間の盗塁で、で、ワンアウト2、3塁。で、山田を申告敬遠、ね、まあ、して、で、村上、ね、三振、5分張ったっていうところで、太田、押し出し。まあ、太田はね、7球粘って、押し出しを勝ち取るっていうところではね、非常に粘り強かったですけど、中崎もね、投げてる球はそんな悪くなかったけども、この押し出しっていうところはもったいない。でも、この押し出しでね、終わらなきゃいけないっていうところで、まあ、中崎から黒原にね、変わって、長岡ね、この3点目、これは非常に大きかった。長岡、頑張って。ね。で、まあ、結局ね、しっかりそこは勝ち切るっていうところで、まあ、この試合ね、ヤクルトの打線の中ではやっぱ太田の働きがね、一番大きかったかなと。ね、3対1でヤクルトの勝ちです。で、続いて、13日、5対1で広島っていうところになりますけども、この試合、広島先発床田、6回107球、7安打3三振、1四球1失点と、まあ、この逆対角線のストレートツーシームっていうのが非常にグッと。ね、右バッターへのアウトコース、左バッターへのインコースっていうところにしっかり投げ切ってる。そのおかげで、パームね、チェンジアップっていうところが生きて、しかもその対角線のストレート、スライダーっていうところもさらに生きるっていうところで、そのすべての生命線は逆対角線のストレートツーシームではないのかと。まあ、いろんなね、取材とか原稿を見たりしながら見ましたけども、まあ、とこだね、昨日勝てずに、ね、あ、昨日じゃない、去年勝てずにね、夏頃二軍に落ちて、二軍に行ってもですね、もう何投げても打たれる、どうしようっていうところで、ね、大学時代、ね、投げていたパームを、封印を解くっていう形で、パームを投げ出したことによって、ね、まあ、カーブとチェンジアップのちょうど間ぐらいのスピードで、一つの緩急、ね、一つのアクセントっていうのがついて、そっからのね、巨人戦かな、完封に、なったっていう原稿を見てですね、まあ、それもね、今年もいい形でパームをね、投げ切ってますけど、それを活かしてんのも、この逆対角線のストレートと通信だと、里崎はね、見ますけども。で、逆にヤクルトね、先発高梨。5回84球、6安打4三振、1四球、1デッドボール、4失点と。まあ、今日は全体的に、変化球も高かったかな。いつもまっすぐが高くてファール取って変化球低めっていくんだけども、ちょっと変化球がね、高くなってしまったと。あとそこをね、仕留められたっていうところもありますし、今日ヤクルトね、3つのエラーね。まあ、これ地方球場の難しさっていうのはあんだよね。日頃やらないところでやるっていうことでね、この、
脳が反応しないっていうかね、そのまさかのイレギュラーとか不足のね、あのバウンドとかに対応しきれずね、3エラー、その中でまあ2つのエラーが失点に絡んでるっていうところではちょっとねヤクルト的には痛かったかなと。その中ね、広島の攻撃2回ね、相澤センターツーベースで、堂林ライトへツーベースで1点で、上本サードゴロね、これ村上がファンブルしてエラーで、ノーアウト1塁になって床田がねしっかりバントを決める。まあこのね、この試合ね、床田バントしっかり決めてたけど、全部高めに来てんだよね。相手バッテリーもやらせないようにね、高めに来てるところを完璧にねするっていうところでも非常にね、床田バントクってね、技術的な能力は高いのかなっていうね。でその後西川センター前で菊池がねきっちりレフトへ2点タイムリーで、4回も上本デッドボールで、菊池がねセンター前で一段点っていう、このホットラインね、下位から上本から上位へのホットラインね。で7回、小園がねレフト前で、これで青木がねファンブルで、その後相澤のねセンタータイムリーヒットというところで、まあこの村上のファンブル、青木のねファンブルっていうところが、まあ失点に絡んだっていうところもちょっとね、その痛かったかなと。で、まあ攻撃に関しましては、この6回にね、あの浜田のパームをね、もうフルスイング豪快で気持ちいい、ガーッとナイスね、ホームランで1点取るけども、まあ全体的にはね、まああの4回6回7回、青木にね、5番、今日は青木になったんだよね、2番浜田で太田が出なくて5番青木になったところで、このね一本出ず。で、またこのね、調子悪くなったらね、そのなぜか何番に置いてもチャンスに回ってくるんだよね。で、苦しい。それはね、あるあるです。ね。で、その中で、青木がね、まあ、4回、山田ヒット、村上ヒットで、ワンアウト、ツーアウト2、3塁になって、青木がね、サードゴロで、スリーアウト。で、6回、で、この浜田のね、ホームランで1点取って、山田フォアボール、村上ライト前ヒット、ワンアウト、1、2塁から、青木がね、サード、ファールフライ。で、その後、長岡もね、ファーストゴロで、0点。8回、ね。島内に代わって、塩見フォアボールで、浜田アウト、山田フォアボールで、村上がアウトで、ツーアウト一塁で、空振り三振っていうところで、4回6回8回ですねっていうところで、まあそこのチャンスをねものにできなかったっていうところで、やっぱり青木の復調をね待たれるかなと。あとまあ打順の変更がね、この試合はちょっとね、マイナス方向に触れちゃったかなっていうね。まあ前日太田のところにね、いい形で回ってただけにね、まあそこら辺がうまく噛み合わなかったかなとね。結果1勝1敗の5分でした。続いて、巨人対 DeNA。4月12日10対4で巨人。13日4対3で巨人。那覇での試合、巨人の2連勝という形になりましたね。まあ、DeNA はね、今ちょっとコロナでね、牧とか選手が抜けてる中、どうにか踏ん張っていかなきゃいけないっていうところで、12日ね、先発ロメロ、3回64球8安打、1三振、無四球、1デッドボール、6失点と。まあ、球が高く甘く入って、ボール自体も動きが悪く、まあ、真ん中に集まって、まあ、ロメロのね、良さが全く出ずっていうところで、まあ、でもこの試合ね、一番痛かったのはエラーかな、やっぱりね。そのヤクルトの時でも言いましたけども、この那覇ね、地方球場での難しさっていうところでね、巨人は初回、ワンアウト一塁で坂本のね、ショートゴロ、ヤマトトンネル、バーッと。ね。これ、ゲッツー取れたね。確実に。そしたら、タイムリーエラーになっちゃって、無得点で終わってたところ、1失点。で、2回も、2アウトから戸郷のね、ファーストゴロ、外出すぎね。出すぎて取れなくてっていうところで、あれね、外出なくてもセカンド後ろにいたから、あれ普通のセカンドゴロでアウトにしとけば、あの0点で済んだのに、外がちょっと出すぎて、そうコミュニケーションでね、まあ復帰したばっかりっていうのもあるけども、で弾いてエラーで出塁して、で、あの吉川の打席でワイルドピッチ、ここねキャッチャー山本ね、多分カットボール高め要求するんだよね。でこうやってやるんだよね、こうサイン出した後こうやって高くねみたいな、そんなんじゃなくて下でサイン作っとこう、あの意思の疎通できてない、ファーってやって高めに構えてロメロ低め投げてきてるからね、ファーッツみたいな感じになったかもしれない。だから下のサインで高めとか低めとかもちゃんと作っとこうね。でしかもそれね、膝元に来てね、山本上に構えてるから、もうしかもそれでね、下来ると思ってないからね、下半身固定したまま膝ついて上構えてるから、下に来た時に手だけで取りに行くんだよね。で手だけで取りに行って体動いてないから、その可動域が狭まって届かないで、あのワイルドピッチになってるけども、バーッと意思の疎通も含めてもうちょっとちゃんとやろうね。でセカンドまで行って、で吉川のセンタータイムリーヒットっていうところで、これ2点、これ正直0点で済んだからね、もうそもそもエラーがなかったらね、そういったところではもうかなりもったいない、バーッとね。でその中で DeNA ね、2回表、初回ね、2回に1点ずつ取れたけども、2回の表ね、梶原プロ初ホームラン、センター同点ツーラン、ゲット。でこの試合ね、5打数4安打2打点1ホーマーと非常にね素晴らしい。だからまあね、コロナになって選手が抜けてチームにとったらかなり痛手、でも選手にとったらチャンスがあるからかなりのチャンス、
その中で自分たちの役割を果たして、しっかり結果を残して、コロナで選手が帰ってきた時でもね、ファームに行かないでいいように頑張れるかどうかっていうところで、いきなりね、5打数4打2打点、ね、イチョーマはかなりのアピールに、ね、なったんじゃないでしょうか。で、これ同点になって、わあ、いけるなーって思った時に、3回裏ね、ワンアウトから坂本ね、ライト前で丸がホームラン、調子いいね。で、丸ホームラン打って、で、中島デッドボール、ウォーカーライト前ね、で、戸郷がセンター前タイムリー、またピッチャー、戸郷、グヒッと。で、ピッチャーにまた簡単、今年打つね、セリーグのピッチャーね、二刀流に開花、みたいなね、感じで、ナイスヒットで。で、4点取って、で、4回の裏もね、ポランコ、坂本、丸、で、中島、ウォーカー、大城と、1、2、3、4、5、6連続安打。でね、結局4点。で、ここでもう、10点、10対2。まあ、これでゲーム勝負ありっていうね、感じになっちゃったかなと。で、まあ、DeNA はね、チームで13安打打ちながら、まあ、4失点っていうところで、ちょっとね、最後の1本っていうところが出なかった。あとはやっぱりエラーもね、痛かったかなっていうところはありますよね。で、続いて、13日、ね、4対3で巨人っていうところで、ね、DeNA 先発アズマ、ね、5回84球、9安打5三振、無四球4失点と。こちらもね、ロメロ同様、ちょっと球が高く入ったところをね、通打されちゃったかなと。低めに投げてね、大きく落としていくっていうところの良さがね、出なかったかなと。で、巨人はね、3回裏、ワンアウトから若林がね、外のストレートをライト前。で、ポランコが外のストレートをレフト前。これも両方高かったんだよね。で、坂本がね、ファーストファールフライ。で、丸、真ん中のね、チェンジアップ、ど真ん中に入って、それをね、ライトへ、スリーランホームラン。第5号、現在、ホームライン、キックです。で、続いてね、4回裏、ウォーカーがね、カットボールを、レフト前。で、大城がカットボール、センター前。で、メルセデス、バント失敗、バーッと。吉川三振、おっと、ここ言えるかなっていうところで、若林がね、カットボールをレフト前タイムリーっていうね。で、これ高いからね、詰まりながらも、この外野の前に落ちたんでね、あれ低め行ってると、普通のポップライで終わってたところが、若干高めに入ってね、まあ若林がね、しっかり押し込めたっていうのもあるけども、まあこういったところが、まあヒットにつながって、まあ3回にね、ホームランで3点。で、次ね、1点欲しいところで1点。で、DeNA もね、この回ね、初回、外がね、先制タイムリーっていうところで、まあ外がね、4打数3安打1打点、コロナから帰ってきてね、こういった当たりっていうのはね、勝ちにつながらなかったけども、明日以降につながる。今、なんとか我慢して、ここをね、我慢して、取れる試合をきっちり取って戻ってきた時に一気にガッて上がりたいよね。で、4回表もね、2アウト1、2塁から地元ミレイがね、タイムリーヒットで、6回にも、1アウト2、3塁からミレイがね、1点差に迫るヒットという形でね、まあキャッチャーもね、 DeNA まだまだ誰がレギュラーが決まってないところで、これ地元でね、まあ負けはしたけども、このミレイもね、2打席連続タイムリーっていうところで非常にグッパってね、こういったところをね、アピールして、まあ、地元のね、みんなも喜んだろうしね、これをね、きっかけにね、ポジションを奪う形でね、ぜひ、頑張ってもらいたいかなと。で、DeNA はもう全体的にこの6回の1点止まりっていうところが、もう、キーポイントかなと。外ね、ヒットで、で、宮崎ツーベース。で、ノーアウト2、3塁になって、ピッチャーがね、メルセデスから、畑に変わって、で、ヤマトね、ピッチャーゴロ弾くもね、あと、ワンマンワンアウトね、ピッチャーのグラブ。で、ここミネイが、ライトにタイムリー打って、1点取って、で、1点差。で、ワンアウト1、3塁で、代打藤田ピッチャーゴロ。で、代打太田がね、空振り三振っていうところで、ここで、もう1点、取れてたら、思い切って代打藤田で、セーフティースクイズとか、まあ、セカンドランナーがね、宮崎だからあれだけど、スクイズとか、っていうのもね、うまい手だったかもわかんないですね。その、打つだけじゃなくて、代打藤田と、おぉ、いきなりスクイズ。ね、面白い。っていうね、ところでも、まあ、ここが1点取れてたら分かんなかった。同点に打ちてたわ。まあ、ここがキーマン。でも逆に言うと、ね、メルセデスからスパッとね、畑に変えて、その畑がね、ミネイには打たれるけども、藤田太田っていうところを確実に抑えたっていうね、この畑のグッドリリーフ。ね。で、まあ、その後ね、巨人は、メルセデスがね、5回、しっかりね、まあ、苦しみながらも試合を作って投げて、で、畑、今村、桑原、大勢とね、しっかりリリーフが、ね、そのゲームをね、ものにして、グッドリリーフ。しかも大勢が、球団、新人、開幕から8セーブ連続記録。ゲット。ナイスセーブ。ね。っていうところで、まあ、対象もあり、接戦をね、巨人がものにしたっていうところで、まあそこら辺のね、きっちり試合を組み立てる、まあ那覇でね、いい試合になったんじゃないでしょうか。DeNA はね、今本当に何回見ますけど、苦しいところですけども、帰ってくるまで我慢。我慢して、必ず一つでも取って、負けを増やさないっていうところが、勝負どころになります。というところでね、巨人対 DeNA 那覇の試合は、2連勝で巨人の勝ち越しでした。さあ続いて、ソフトバンク対ロッテ。4月12日、0対3でロッテ。14日、4対0でソフトバンク。1勝1敗の5分という形でね、終わりましたけども、12日、長崎で行われた試合、ロッテ3対0で勝利ということで、ロッテ先発ロメロ、
7回87球3安打、三振0、フォアボール1個、無失点と。まあ、ソフトバンクはもう前回同様、ロメロにもう完璧に抑えられたっていうところでね、この見てたら、あのロメロのスライダー、ちょっと曲がり幅とかタイミングとか、ちょっと認識できてないのかなっていうところで、全くアジャストできずっていうところでね、こういいようにやられて、まあタイミング外されたりしながら打ち取られてしまったかなっていう印象で、ちょっとそこら辺をもう思い切って狙っていっても行ってんのか、もっと狙っていってもいいような気がする。右バッターは確かに難しいんですよね。ちょっとアウトコースになったりとかっていう。でも左バッターってほぼスライダーだけだから、そういったところもうちょっと狙っていったらいいのか、狙っていってるけど認識できないのか、ちょっと後者だったら今後対ロメロかなり難しくなるっていうね。まあ次回登板どうなるのか注目したいですけども、まあソフトバンクはね、この回、この試合、0点ということで30イニング無得点ね。ちょっと、まあ柳田とかいないっていうところがね、苦しい打線になってるのかなと。で、ソフトバンク、先発田上。なんかね、キャッチャーでいた田上の甥っ子さんということでね、5回3分の2、75球、2安打2三振、1四球、無失点と、いうところで、まあ、フォームがね、ダイナミックの割にコントロールがグッと、非常に素晴らしかったなっていうところでね、まっすぐカット、フォーク、縦スラね、落ち方もいいし、非常にいいね、いい感じのピッチング、しかも若いのいるね、ソフトバンク。どんどん出てくるね。このなんかダイナミックのフォームで若干コントロールなくて球威だけなのかなっていう感じだったんですけど、コントロールが実に、まあ、次回登板もね、ぜひ期待したい。ね。で、一番の問題は、ホークスファンの皆さん、もう、バッと言うんでしょっていうね、SNS でも書いてましたけども、まあ、9回ね、ピッチャー森、先頭藤原、サード松田、股の下、見事に抜けるトンネル。バーッ!ビッグバーッ!もう、久しぶりにあんな綺麗なトンネル見たよ。しかも若干後ろに下がりながらもうエビトンネルっていうの、俺クッチューのエビトンネルって呼んでんだけども、エビトンネル完全に。でその後中村バンド、デレアードが、レフトへタイムリーで、その後に2アウト1塁になって、この山口のね、こうタイムリー2点っていうのが、これ非常に大きかったね。この山口のね2点が何が大きかった、グッバッティングね。まあでもね、レアードがマーティンが打ち始めたらね、やっぱりロッテもね、いい感じで打線が回るなっていうところはあるけども、エラーからの失点ね、これ取ってたら多分取られてなかったんだよね。そういったところではもうね、マッチの守備っていうところがちょっと痛かったなっていう感じはしますね。ソフトバンクもやっぱ一番痛かったのはね、5回、ワンアウト一二塁で、あのガルビス543ダブルプレー、あそこ一気に行きたかったね、ソフトバンクとしては。まあね、一番中村明が池田のね、サード池田のファンボールで出塁して、マッチアウトになったけど、柳町センター前ヒットで、ワンアウト一塁から、ガルビスが543ダブルプレーで、このね、ガルビスのサードゴロ、結構三塁線深い位置だったけどもね、池田が取ってセカンド投げて543ダブルプレー、まあエラーはあったけども、池田のその挽回するね、あのダブルプレーっていうのは非常にグッとうまかったかなと思います。でもソフトバンクからすると、あそこね、しっかり行ってればね、そう、あそこで1点取ってればね、大きく試合のね、情勢は変わったんじゃないのかなっていうところと、まあ9回裏ね、まあこれ3点取られたっていうのも大きいんだけども、あの9回裏、上林がね、ライト前ヒット。で、川瀬が、中村翔吾のファンブルで出塁して、まあこれはね、ソフトバンクがね、マッチのエラーでピンチを作ったように、まあロッテのエラーでね、ピンチは、ソフトバンクが作って、ノーアウト1、3、1、2塁になったところで、まあこれ2点差とかだったらバントっていうのもあれなんだけど、やっぱ3点差っていうのが結果大きかった。だからさっきも言ったように、あの山口のね、2点タイムリーっていうのが非常に大きなね、一打になったけども、その後牧原ファーストゴロ、グラシアルセカンドフライ、で中村明がライトフライということで、ノーアウト1、2塁、相手のね、ミスでもらったチャンスをね、生かしきれずっていうね、逆に生かしきったろって。で、しかも2点目、3点目を取った山口のヒットが、この裏を淡白な攻撃にするしかなかったソフトバンク打線が、やっぱり作戦できないっていうところが3点差っていうところにね、なったと思います。続いて1日空いて移動日があって、14日ペーペードームでの、一戦、4対0でソフトバンクの勝ちというところでね、まあソフトバンク、先発戦がね、7回94球3安打7奪三振2四球1デッドボール無失点と、まあほぼほぼ多少ピンチはあったけども、まあほぼほぼね、厳しい展開もなく、いい感じでね、ピッチングしたんじゃないのかと。で、ロッテの先発、二木。6回96球、4安打6三振、3四球、2失点。二木もグッとよ。非常にいいピッチングの粘り強く、多少甘い球あったけども、もう十分すぎるナイスピッチングだったけども、もう問題点。だからね、この試合のソフトバンクロッテ戦の今回のテーマはこちらです。エラーで負ける。ミスで負ける。これです。ね。バットです。はい。
ということでね、この試合も、初回ね、まあ、30イニングぶりのホークス得点になるんだけども、まあ、ここね、打線を入れ替えたっていうね、藤本監督で、まあ、1番柳町、2番野村をね、持ってきたんだけども、まあ、野村がね、スリーベースヒット、フェンス直撃、打った瞬間行くかっていうね、打球でしたけど、スリーベースヒット打って、中村がね、先制タイムリー。まあ、これはね、まあ、仕方ない。もうね、もう捉えたんだからね。で、グラシアルの時に、暴投って言っても、まあ、弾いてちょっとグラシアルの方行って、そこね、佐藤としやとグラシアルが重なっちゃって取りに行けなかったっていうのはあるけども、あれの一番の問題点は、ブロッキングに行く形が遅い。いつも言ってるけど、遅い。ね。だから、まあ、こう言えばね、ボールはこう来ます。止まっとかなきゃいけないのよ。止まってるから当たったら小さく弾む。ね。これが遅いから動きながら重心高く動きながら来るからこうやって大きく。両方が動いて当たるから大きく弾くんだよね。だからもうちょっと早くしないと形に持っていくから。だから大きく弾くから行かれるっていうね、ところはあって。で、まあそのグラシアルと重なるっていう風もあったけど、それの元凶は全て遅い。ね。で、セカンド行って、で、牧原のね、ショートの内野安打で、一三塁になるんだけども、これもしね、ワイルドピッチで行かれてなかったから、セカンドひょっとしたらホースプレーになってたかもわかんないからね、内野安打じゃなくて。そういったところでもこのミスっていうのが大きい。で、ツーアウト一三塁になって、で、牧原盗塁、で、上林フォアボール。で、ツーアウト満塁から、まさこの時に、佐藤としてはパスボールって言ったところで、あれもよ、スライダーね、ワンパンになってない。ね。なんでパスボールするんやって思う人いるかもわかんないですけど、一番のあの問題点は、俺あんまり技術指導したくないんだけどね。見てないのよ、ボールを最後まで。感覚だけで言ってるから、自分の予想と違った曲がりすると、取れなくなっちゃうんだよね。だからちょっとこうなってんだよね。もう見てもらったから、もう、こうなってるから。まあ、こう下見えないんだけどね。ミットが視界の中にないのよ。だから、ああいうミスが起こるのよ。ね。形が悪い。はい。もうちょっとボールを見て。はい。で、パスボールで2点目。これ非常に大きかったね。だから結局ミスっていうところでね。で、まあまあお互いで、ね、千賀も良かったし、二木もね、粘りながら投げたっていうところで、2回裏はね、ガルビス、甲斐、柳町のね、3者連続三振っていうともあるし、非常にね、二木もいいピッチングだったと思います。で、その中で、まあ8回裏ね、ゲレーロ、登板するんだけども、東條に代わって。だこのね、まあ、接戦だけどね、これ2対0のところで、ゲレーロが出てくるっていうことはね、やっぱりちょっと信頼度が落ちてんじゃないのかなと思います、ベンチからのね。で、ちょっと負け試合っていうところにね、投げてくるのかなと、まあ、調子が上がるのを見て能力を見極めてっていうところになるような気がしますけど、先ほどね佐藤のブロッキング言いましたけど、この8回裏のねゲレーロ野村の打席で、まあ、フォアボールになるんだけども、最後のフォアボールになる球取ってポロンって落としてんだよね。そういう俺はそういう細かいところをちゃんとやっておかないから、いざという時の大きいところのミスが起きるから、ああいうところもしっかりねポンってグローブから出るわけじゃなくて、まあそれね、ちょっとボール臭かったのストライクになろうとね、フレーミング頑張ったのかもわかんないけども、あれをねポロッとねポロンとしてる場合じゃない。ああいう細かいところからちゃんとやっておかないと大きなことに響くっていうところはあります。で、8回ね、野村がフォアボール出て、で、中村晃ね、ライトフライ。まあ、マーティがね、スライディングキャッチング、グップレイして、ワンアウト一塁からグラシアのね、ライト前ヒット。ね、野村が走って、セカンドが大きく入ったところ、こんな高めのクソボールだったけど、無理やり打ってね、セカンドの方打って、抜けて一三塁。まさかエンドランはないよね。わかんないけどね。ワンストライクから、野村ランナー、グラシアルバッター。どっちかっていうと、しかも勝ってんでしょ？どっちかっていうと単独スチールだよね。サインでエンドランは考えづらいよね。昔、俺2002年の開幕戦、札幌ドームで、対西武で戦った時に、その時初めての開幕スタメンだったけども、ランナー和田さん、バッターカブレラでエンドランだったんだよね。嘘やんって思ったけど、今回もそれに似てるけど、多分グラシアルが勝手に打ったんだろうと思うんだよね。この高めのやつ飛びついて打ったからね、無理やりね。でもそれが抜けて、一三塁になって、んで、牧原の打席ね、ダイソーのカーツがね、盗塁して、二三塁になって、で、ショートゴロ、ね、三塁野村が、ホーム、ね、ヘッドスライディング、セーフ、ね、セーブファンの皆さん、言ったでしょ。ホームは、ヘッドスライディング、ね、野村の足も良かったけども、あれヘッドスライディング行ったことによって、手だけだからね、タッチするところもなくて、まあ、ロッテの守備、エチェバリアとしてはもう完璧なプレーしたと思うし、あそこの1点っていうのはもう致命的だから、ファースト投げなきゃいけないとかはないし、もうあれはもうホームで勝負。あれがセーフになったらもう仕方ないっていうところで、まあ野村の足がね、すごかったっていうところで1点入って、で、その後ね、また牧原が、盗塁してもうここら辺はねもうゲレーと盗み放題っていうところだね。で、上林の、ピッチャー、強襲のタイムリー悩んだけども、あれピッチャーこれ取れるからね、あれ弾いて、まあ、4点目になってもうジェーンとみたいな感じだけども、まあ、ちょっとミスがね
記録に残らないミスも含めてミスが多いっていうところでね、ミス合戦で1勝1敗痛み分け、まあいい感じかな、仕方ないね。でまあソフトバンクはね、7回まで戦艦投げて森の森と、盤石なねリリーフでしっかり勝ち切った。で森はね前日まあエラーもあってねやられてるっていうところはあるけども、前々日か今回ねしっかりこう4点差だけどもセーブつかないけど投げさせてねすぐリフレッシュしていこうっていうこの采配もね非常に良かったんじゃないでしょうか。結果ね、1勝1敗の五分でした。さあ続いて、中日対阪神、12日2対1で中日、13日1対0で中日、14日4対1で中日、中日の3連勝、阪神の3連敗ね。タイガースファンの皆さん、まだまだいけるぜね。まだちょっと10分の1ちょっとぐらい終わっただけ、諦めないでね、負けないでもう少し、まあゴールちょっと近づいてないけどね、まだ先だけどね、ガッツだぜパワフル魂ね。で元気づけてみましょう。走る走る俺たち、もう立ち止まって終わりね、ゴンゴン走っていきましょうね。万歳したらダメです。はい、ということでね行きましょうね。12日2対1で中日ということで、まあこの試合ね、阪神先発2日、7回8、108球、7安打4三振、1フォアボール、1デッドボール、1失点ということで、まあまっすぐカットスライダー、チェンジアップ、制球もよくね、しっかりね、あの、コースにコントロール力投げて、球も動かしながら、非常に完璧、グッピッチ。まあ、もう大げさに言ったらもうね、今日の柳が完投したみたいに、もう完投してもよかったね。変えないでね、もうこの球ね、自体だからもう思い切って108球、130球ぐらいなきゃ完投しようってぐらいがね、正直まあ結果論になるけどね、良かったような気がします。で中日の、ね、先発大野、7回93球、5安打5三振、1四球、1失点と。まあ6回にね、サッと出るに、ホームラン打たれたけども、全体的にはもうグッピッチグ。あれは仕方ないね。そんな完封もなかなか難しいからね。まあそういう中で気になったのが、まあ6回の表ね、この佐藤輝のホームラン打つ前にね、ノーアウト1塁から、近本がね、4-6-3ダブルプレイ取りかけたけども、京田がね、ファーストで冒頭投げて、で、近本そのままセカンド狙うんだけども、ここでキャッチャーの木下がしっかりカバーして、そっからセカンド投げて、近本を刺す。ガッと木下。打撃も上がってきたから全部こういい感じで上がってきたね。でもこれ楽勝でアウトっていうところを考えたら近本はね、まあやっぱそこの判断力、こういうちょっとしたことがね大きくなっちゃうのかなっていうね、積極的に行くのはいいけど楽々アウトだったから、まあ木下が良かったんだけどね、まあ、こういったところも含めて流れ悪いよね。で1対0でねずっと行って、まあ問題が大きいのはね8回裏ピッチャー湯浅出てきて、お湯浅なんだ、湯浅じゃないんだ、湯浅って抑えやるんじゃなかったのっていうね、もうここら辺がちょっとよくわかる、まあチーム内だからね、外の人間全然何かようわかんないけどね、でも湯浅は抑えてなかったのっていうね、イベント行って湯浅が守護神でいいですかって言ったら、はいってみんな言ってたのに8回えみたいなね感じになったけども、まあここでワンアウトからねビシエドのツーベースで、阿部がセンター前同点タイムリー、阿部ちゃんいいね、グッチね。でこの時次木下ここねワイルドピッチね、ちょっとパーンって前弾いたんだよね、それを見逃さないで二塁ランナーの高松ね、ナイス判断、生きたね、シュッと走ってね、そういったところでは非常にね、高松の判断っていうのは非常に良かった。でもキャッチャーね坂本、まあ今日2回目だからね、この大きく弾くっていうのはもう行くのが遅いのよね、そういったところ変えてるし、かも2回目ね、前のは失点にねつながってないけども、でこれでワンアウト一三塁になって、あ木下フォアボールでね、で石川レフト前勝ち越しね、この湯浅のボールも悪くなかったのよね、ストレートファールでフォークファール、追い込んでフォークボールでフォークっていうところでいいところ投げたんだけど、多分ね石川の意識の中にフォークっていうのがあって、うまくね拾ったね、タイミングをそんな大きく外されるなく拾って、このタイムリーっていうのは非常にグッね、ここでもう勝ち越しっていうことになってね、まあ中日の逆転っていうところで、いやもう何やってもうまくいかないっていうね、ここ見ててもやっぱり西最後までよかった、まあ結果なんだけどね、いうような感じがします。だからこの初戦で考えてもやっぱりね、相手のミスをしっかりついて、それをね生かした走塁とかね、そういう細かいところがまあしっかりできてる、でその木下のバックアップとかね、そういうちょっとしたことの積み重ねが最後勝ちっていうところに結びつくっていうことを考えたら、やっぱりそれができてるドラゴンズと、それができたりタイガースになってきて、結局この僅差になってくるかなと。で13日ね1対0で中日っていうところで、まあ中日先発勝つのね、7回96球2安打8三振1四球無失点と、まあ完璧だね、まあ気迫投球グッね、まあ今年投げた3試合でね負けなしで防御率 2.84 っていうところで、なかなかね勝ちをつかす
してもらってないけど、先発として非常に試合を作る。こういったところは、査定の皆さんね、勝ち星ついてないけども、試合を作って、この3戦負けなしっていうことを高く評価して、査定をアップさせなきゃいけない。ね、こういうところが、査定です。結果だけ見てるのは、査定じゃないです。はい。まあ、誰に言ってんだって話だけどね。で、延長戦に、もつれ込んでね、10回裏、ワンアウトから、強打がね、センターツーベース。で、代打ね、フォアボール。これ大きかったね。で、大島。最後センターやね、サヨナラヒットになるんだけども、このカジアね、2イニング目。で、まあカジアもね、いい形で投げてたのよ。だって前のイニングね、9回裏、ビシエド三振、阿部三振、木下三振と、3者連続三振。しかも、投球13球。そら、生かせたいよね。で、続投で、で、11回行ったら、まあファースト石川ね、先頭バッター打ち取るんだけども、強打センター前。で、ネオフォアボール。だこのネオのフォアボールがね、結果的には痛かったかなと。で、大島、さよならヒットってなるんだけども、このカジはね、初球フォークボール、空振り。2球目フォークボール、空振り。3球目フォークボール、打たれる。最後が一番甘い。バーッと。まあ、こうね、そこをしっかりできるかどうかが、一軍で通用していくピッチャーの分かれ道なのよ。ね。まあ、その、ツーストライク、キャッチャー梅野。ワンバー止めてくれるっしょ。もっと低めに叩きつけるぐらいで投げていかなきゃいけないっていうところで、最後の最後が浮いて、それをね、仕留め切った大島。グッと。さすが、首位打者。ね。まあこのね、阪神はもう全体3安打しか打ってないんで、それはまあ苦しいよね。なかなか難しい。で、まあその中でもね、小川がね、この、今コロナで先発ピッチャーいないからね、小川が投げてよ。で、小川でもね、今年一番最初の、登板の時ように、ライン出てたね。いい感じで投げれる。ね、若干前回崩してたけど、まあ4回で3分の2、2安打、4三振、1四球、1デッドボール、無失点と、非常にね、この、緊急の登板としては非常に良かったし、岩佐、アルカンタラ、浜地、湯浅って言ってね、まあ湯浅も前日やられちゃったけど、この日はしっかりね、ノーヒットに抑えて、こういい形で来てただけにね、でも阪神、ドラゴンズも、勝野ドロリゲス、ライデル・マルティネス、清水とね、いい形。このロドリゲスがでかいね。やっぱこのリリーフにして正解だったね、この又吉のいなくなったところを。で、ロドリゲス、マルティネスがね、まだ防御率 0.00 というところで、まあ、そのチーム自体のリリーフ防御率は悪いんだけども、この2人がいい形で勝ちパターンにね、備えれてるっていうところは、このロドリゲスのリリーフの配置転換、非常にグッと良かったんじゃないのかと思います。で、最後ね、まあ、どうなるかっていうところでね、フォークボールが、ね、悪くないんだけどね。投球はね、でもその前が良かっただけに甘くね、ちょっと高くなったところを大島がね、打った。まあでも阪神も3安打でね、厳しいというところで、14日の試合、なんとですね、その3安打で厳しいというところで、タイガースはね、打順変更。1番中野、2番佐藤輝明、3番近本、4番大山、5番糸井と、もう1番から5番で点取るぞっていうね、思い切ったね、こう打順変更。佐々木的にはこれはね、グッと。まあ結果負けたけどね、やっぱり点入んないんだったらやっぱ動かさなきゃね、それをずっと一緒のやつやってても本当に脳ないよ。それじゃあもうね、監督の意味だ。でもこうやって動かして何かきっかけを作ろうっていうこの打順をね、佐藤輝2番に入れたりしながら大きく動かしたっていうのは非常に好感持てるし、非常にグッドだと思う。それがね、機能しなかったのはそれは結果だから仕方ない。でも何かをやろうとしたこと、この作戦っていうのは非常に良かったんじゃないのかなと個人的には思います。そういう中でね、中日先発、柳、9回135球、7安打6三振、無四球1失点。完璧です !Good! まあ最後ね、9回カーブ打たれちゃいましたけど、このカーブも緩急つけながら低めに落としてコースきっちり投げてね、そらなかなか打てないよ。打っても連打は難しいね。ということで、まあね、大野、勝野、柳、トリプル、グッグッグーこれはもう、なんと中日、クオリティスタート率が、セリーグトップの 70% 以上ということでね、この形がね、やっぱり勝ちにもつながっていってるって、まあ去年同様にね、やっぱり投手陣はいい。で、その中でね、打線がね、いいところでまた打ってるっていうところで、まあ最少失点。まあ今はね、もう阿部ちゃんよ。阿部ちゃんで勝ってるのと一緒よ。まあほんでね、その中で阪神、先発切り式。2回39球、4安打、1三振、1球、2失点と。まあでも新人でね、先発やらして、リリーフやらして、まあ今コロナだから仕方ないけどね、先発やれ、さすがに難しいよ。それはね、なかなか難しい。ね。まあその中でね、まあどんだけ頑張っていかなきゃいけないんだけどね、やっぱりちょっとコックかなっていうところはあるですよね。で、結局、ね、やっぱり阿部っていうところで、初回ね、ツーアウト、二三塁から阿部がね、ライトへ2点タイムリーツーベースを打つんだけども、まあその前にね、ビシエドのショートゴロ、ワンアウト一、二からのビシエドショートゴロを
ショート中野が若干ジャックするんだよね。まあダブルプレーはひょっとしたら取れてなかったかもしれないけど、でももしよかったら取れたかもしれないけど、セカンドのアウトは取れたわけよ。で、最低でも。そうなってくると、まあ次阿部がね、ライトへタイムリーツーベース打つんだけども、ひょっとしたら1点で済んでたかもしれない。だからこういう細かいところがね、結局大きな負けっていうことにつながっているところが、まあ記録にね、はエラーとして残らないけど、ある。で、もう一つが、このライト佐藤。ね。まあ、取れるか取れないかギリギリのところで取れなかったんだけど、ダイビングしよう。まあ、これは個人的賛否あるよ。でも俺は、あそこ、ダイビング行ってほしかったね。取れなかったかもしんないけど、それぐらい大事な一点ではあるし、もう、走ってもギリギリだったから、あれ飛びついて取ってたら、すべての流れがガーン変わってた可能性もある。そういうことでね。日本人ってそういうの好きだから変わりやすい。球場の雰囲気も含めて。だから、まあ、取れなかったかもしんないけど、あれはダイビング、俺は行ってほしかったね。思い切ってね。そういったところがなんかね、まあ、気持ちじゃ勝てないんだけどね。気持ちじゃないけども、そういうのもね、欲しかったなって、個人的には思いますけど、皆さんどうですか？ね。で、3回、ワンアウトからね、ビシエドがライト前。で、阿部、レフトへツーベース打って、で、木下が2、3塁から、センターへ2点、タイムリーツーベース打つっていうことで、まあ、3回でね、4点を取って、あとはもう、柳が、もう楽々っと、きっちり投げ切って、で、最後ね、2戦連続完封目指して投げるけども、まあ最後ね、意地の1点を取るんだけども、まあ、なかなかね、タイガースとしては苦しかったかなと。まあこの3試合でね、タイガースは、2点しか取ってないんで、さすがにそれじゃ厳しい。でもタイガースもね、ドラゴンズも、7点しか取ってないんで、3試合で。だから、ピッチャー陣はね、やっぱそこそこ頑張ってんだよね、タイガースも。でも、やっぱ、打線がね、まあ、どうにかして、起爆剤ね、何かを変えると思って、打順変えたけどね、なかなか実らずっていうところですけども、またね、今後、どういう戦いするのか、まだまだ続くんでね、次回、何かの対策をね、持っていかなきゃいけない。でも、明日、コロナから復帰の、青柳が、佐々木の後輩、帝京大学の青柳が、帝京魂、ね、が帰ってきますから、そういったところはね、皆さん、なんでかちょっとタカさんとお仕事して大学も入れてくださいって言っといたんで、青柳も帝京魂でね、明日頑張ってくれると思うんでね、タイガースファンの皆さんを期待して応援しましょう。さあ、申し遅れ事故いきます。明日からの試合、ヤクルトと DeNA の対戦ということで、まあ DeNA はね、外が帰ってきてね、牧とかももう帰ってくるんじゃないのかっていうところもあるんでね、ヤクルトファンの皆さん、 DeNA そろそろね、もうコロナの人たちが帰ってきますんで、今負けてますけど侮らないで頑張ってね。DeNA の皆さん、先発金久保、なんとですね、昨年 DeNA にプロ初勝利を挙げて、3試合に先発して3勝をマークして、かもやと思って当ててこられてますよ。ここ、一発逆転しないといけませんよ。気合い入れて、初戦行きましょう。さあ、続いて、阪神対巨人、ね。阪神の皆さん、ね、青柳が頑張りますから、後輩なんで、敵を飛ばし。でね、皆さん、張り切って、初戦勝ったら波に乗りますから、行きましょう。巨人の皆さん、タイガース全く点取れないですよ。何やってもうまくいかないし、ちょっとしたミスあります。そこをついてエース菅野で初戦取ればサンタで見えてくるんじゃないですかね。ね。さあ続いて広島対中日ね。中日の皆さん、カープはどんどん足使ってバンドも積極的にしてきますし、小技効かしてきますよ。油断しないでビシエドのね、チャージとかも張り切っていきましょうね。広島の皆さん、中日が投手陣王国でガンガン来てますから、劣勢になってきます。その中で勝つためには機動力と守備力ですね。中日の勢いを止めれるかどうか勝負ですよ。さあ続いてパリーグね、ソフトバンク対楽天。ソフトバンクの皆さん、楽天がちょっと試合がなかったんで、コロナでね、情報が全くありません。しかも、明日がなくて16日からの試合なんで、誰が先発するかも分かりません。情報がないんで、なんとか頑張ってください。楽天の皆さん、ソフトバンク30イニングぶりに点取りましたよ。でもまだ破壊力ないんで、ミスさえしなければね、狙いどころはあります。ミス撲滅、そこでいきましょうね。さあ続いて、ロッテ対日本ハム。日本ハムの皆さん、石川、大島、佐々木朗希、3本柱来ますよね。2試合連続ノーヒットノーランとか完全試合、まあ完全試合ないと思いますけど、やられたら終わりますよ。逆にここで勢いづいたらビッグボスガンっていけるんで、ここを踏み台にできるかどうか勝負です、ね。ロッテの皆さん、日本ハム、まだまだ下降線辿ってますよ。
石川、小島、佐々木朗希、つぎ込むんですから、3達して、一気に首位、行きましょう。ね。さあ、続いて、オリックス対西武。西武の皆さん、オリックス、ちょっとコロナで、3試合やってないんで、全く情報入ってきてないんで、よくわかんないです。ね。でも、休んでたんで、山本来ます。また。気をつけて。去年から勝ってないんですもんね。でも、打線がコロナの選手がどこまで帰ってきてるかわかんないんですけど、完全試合で、ちょっとね、意気消沈してたところ、3日間休んでるんで、ね、どうなったかわかりませんけども、まあ、情報入ってこないんでね。でも山本来ます。打ち崩しましょう。ね。オリックスの皆さん、休養十分ですね。完全試合の心、言えましたよね。ね。いっぱいはいっぱいですよ。ね。山本、行きますから。山岡、行きますから。ね。こっから勢い乗っていくためにね、是が非でも、ね、この3連戦、最低でも勝ち越して、うまくいけば3連勝。ね。休んだ分のパワーを爆発させましょう。はい。さあ、ということでね。申し送り事項も終わりましたけども、まあね、ちょっとコロナでバタバタしますけどもね、球界のファンの皆さん、ね、ファンの皆さんも気をつけてくださいね。で、選手の皆さんたちも気をつけてね、頑張ってもらいたいと思います。ということで、金曜日のセオチェック、ここでおしまいです。グッドボタン、チャンネル登録、視聴、よろしくお願いします。それじゃあ。